はい、どうも、めちゃぬです。本日私はですね、こちらのね、ホテルケーニヒスクローネ神戸さん、チェックアウトさせていただきまして、これからで、大阪のインターコンチネンタル大阪さんの方にね、向かっていきたいなというふうに思います。車の方もね、取ってきましたんで、車でね、移動していきたいと思います。行ってまいります。はい、ということでですね、インターコンチネンタル大阪さんの方に到着しまして、これからね、車を止めてですね、上のレセプションの方に向かっていきたいと思います。はい、ではね、車止めましたのでレセプションの方にね向かっていきたいなというふうに思います。レセプションね、20階の方に上がっていきます。お部屋のね、準備が整うまで、クラブラウンジの方でねちょっとお邪魔させていただこうと思います。はい、こちらね、28階のクラブラウンジからの景色でございます。結構ね、やっぱり抜けてますね。まもなくね、14時回りますので、アフタヌーンティーをね、いただいてからお部屋の方にね、向かっていければと思います。はい、ということで、アイスチョコレートいただきました。まあ、濃厚です。はい、ということでね、こんな感じでですね、アフタヌーンティーのセットいただきました。美味しそうですね。いただいていきます。はい、こちらがね、セイボリーですね。セイボリーの方からいただいていきたいと思います。美味しそう。いただいていきます。うん。ま、チーズケーキとか。うん。何が？いっぱいのやつ。いっぱいのやつって何？うん、そう。何それ。はい、瓶のね、ラムネをいただきました。本当はね、瓶のまま欲しかったんですけど、おしゃれに入れられました。飲むとも完全そうですね、ラムネというよりは。はい、これいただいてね、お部屋の準備整ったらお部屋の方に向かっていきたいと思います。はい、こちらがですね、ラウンジのね、奥にあります会議室ですね。宿泊者様はね、多分2時間ぐらいまでね、確か、利用できたんじゃないかなというふうに思います。まあ、こんな感じでね、打ち合わせも行っていただくことができます。はい、ということでね、お部屋の準備整いました。2616にね、アサインいただきましたんで、お部屋の方にね、向かっていきたいと思います。はい、26階の方にね、到着いたしました。本日は2616ということで、こちらのね、右手の奥っぽいですね。結構ね、落ち着いた感じで、いい感じですね。はい、では向かっていきます。はい、本日はね、2616、こちらのね、突き当たりのお部屋となります。こっちからもね、くるっとね、回っていただくことができるんですね。じゃあね、入っていきたいと思います。おー、いい匂いですね。はい。こんな感じのお部屋です。ということで、まあ、ちょっとね、ぐるっと回ってね、行きたいなと思いますけど、おお、こんな感じのお部屋いかがでしょうか。はい、ということでですね、本日はこちらのね、エレベーターホールから出てぐるっと回ったね、こちらの、はい、お部屋となってまして、ジュニアスイートのね、お部屋となっております。で、入っていただいて右手ね、収納スペース、このようにね、もうちょっと荷物入れさせていただきましたけど、クローゼットがありまして、バスタオル、バスローブがあります。はい、荷物ね、置く台とか、このようにね、ございますと。で、アイロンだったり、常備灯があって、靴べら、シューブラシ、そしてこちらにセキュリティボックス、セーフティボックスがございます。そしてこちらがね、はい、ルームウェア、館内着ですね。浴衣、青とピンクという感じでございます。で、こちらにですね、はい、ランドリーバッグとかね、はい、靴をね、出す袋があったりします。はい、こんな感じですね。で、こちらは多分ね、コネクティングできる感じなんでしょうね。はい。当然今日はね、コネクティングはございません。で、入っていただいて、はい、こちらね、左手の方に、まあ、スター類のね、ボタンがあったりします。で、こちらのですね、左手の方が、水回りという感じになってますね。はい。まあ、こんな感じで、洗面台はね、1箇所ですけど、バイレード。はい。で、コップ類があって、マウスウォッシュがあって、で、こちらの方にね、はい、歯ブラシセットだったりとか、コットン類がございますという感じです。で、足元の方はこんな感じで、はい、バスタオルとかですね。ここなんもないのかな。はい。で、足元にゴミ箱があったりします。ドライヤーが見当たらないのかな。で、こちらが、はい、お手洗いですね。こんな感じのお手洗いというふうになっております。はい。で、ドレッサーとかがこのようにありまして、はい。ね、鏡めっちゃ広いですね。で、もうレイくんね、ベッドで遊んでおります。どうベッド。はい。で、こちらがですね、バスタブとなってまして、まあ、これもね、バイレードのバスタブ。バイレードのアメニティがあって、はい、このようにね、バスソルトもあったりします。はい。で、シャワーと、上の方にはね、はい、レインシャワーもございますという感じですね。はい。で、こちら、下がね、温度で、上の方のね、右に回していただくとレインシャワー、左が、シャワーという感じでしょうか。はい。ちょっと怖いね。左が、おー、どっちだろう。あ、危ない。こっちですね。こっちを回すとシャワーですね。はい。っていう感じでございます。まあ、水圧はね、もう四分ないのかなという感じですね。はい。ではね、リビングの方にね、向かっていきたいと思います。はい。ということで、リビングの方は、入っていただいて、右手ね、このようにね、書斎がございますよ。で、書斎の奥の方には、こんな感じで、冷蔵庫とかミニバーのね、コーナーがございます。はい。冷蔵庫ね、こんな感じで、まあ、めっちゃね、入ってますね。で、こちらが、お水だったり、アイスペールだったりとかですね、ワイングラス。そして電気ケトルと、こちらのエスプレッソマシン。そしてポーションがね、2種類ずつの計6個という感じでございます。はい。まあ、当然これね、こうやって引き出しね、できたりします。はい。足元は何かあるのかな?はい。こちらには、お酒類ですね。はい。ちょっとね、暗いんですけど、こんな感じで。ございます。で、TWG の紅茶とかね、こちらに入ってる感じでしょうかね。はい。ウーロン茶とかございますね。はい。で、その下はまたグラス類、お皿類などがございます。結構ね、豊富なので、お食事ね、室内でしていただく分にもね、非常に使いやすいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、こちらのね、デスク周りですけど、まあ、こんな感じのガラス張りのね、デスクとなってます。で、照明なんかもね、このようにつけていただくことが可能という感じです。はい。で、リビングエリアね、こんな感じで、まあ、結構ね、広々してますね。平米数的にはね、60平米ないんですよ。59平米だったかな。でもなんか広く感じるね、リビングエリアじゃないかなと思います。こういったね、本もありますし、はい。ナショナルジオグラフィーのね、本があったり。で、ブルーレイレコーダーがあったりとかね、します。で、テレビ。そして、BOSEのね、こういったワイヤレススピーカーなどもございます。はい。感じです。で、ソファーがね、このようにございまして、まあ、結構ね、どしっとしっかりとしたソファーがございます。はい。まあ、奥にもね、こんな感じでオブジェがね、ございます。はい。で、こちらがですね、はい。こちら。湯飲み茶碗だったりとか、急須などがね、ございます。で、こちらにね、ケーブル類、LANケーブルとかね、ございます。この辺は特に何も入ってないかな。からですね。この辺はからだと思います。はい、からです。なんかありますけどね、からです。はい。まあ、こんな感じの、リビングですね。まあ、リビングとね、ベッドルーム分かれてるのは非常にいいんじゃないでしょうかね。で、こちらからは、ビューはね、こんな感じでございます。ヨドバシカメラビューでしょうか。はい、こんな感じのね、ビューとなってます。じゃあね、ちょっと寝室の方にね、向かっていきたいなというふうに思います。はい、レイ君がね、早速寝室のソファにダイブしておりますけど、まあこんな感じですね。どう？いい感じ、そのソファ。レイ君、ここでなんか寝れそうだね。ダメ、そこ乗らない。はい。で、テレビもね、こちらの方にございまして、はい。ベッドパネルとかもね、こんな感じで、なんかね、良さそうな感じですね。で、こちらの方に、はい、読書灯があったりとか、USB-A のね、コネクトが1箇所とコンセントが1箇所と電話機、はい、ございます。で、こちらの方にも同じようにね、コントローラーと、あと BOSE のね、ワイヤレススピーカー。で、USB-A のコネクトが2箇所とコンセントが1箇所という感じです。はい。足元は、これもね、ランドリーの袋などがございます。はい。まあ、こんな感じのね、寝室でございます。まあ、お風呂とかもね、はい、こんな感じで。はい。今日はね、こんな感じのお部屋に、一泊ね、させていただこうというふうに思います。いかがでしょうか。はい、それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度上がっていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。ダウンロード、下りが 56.47Mbps、アップロード、上りが 73.56Mbps となってまして、まあ、普通にね、これだと、ライブとかでもね、サクサクいけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただね、こちらのテーブルの方にはですね、有線の LAN もありますんで、今回は、有線の LAN を利用してですね、ライブをお届けしていきたいなというふうに思います。はい。はい。ということでですね、こちら、本日はインターコンチネンタルホテル大阪さんの方にね、お邪魔させていただいております。はい。プレミアムシティビューというお部屋をですね、まあ大体税差込みでですね、4万円前半、4万2000円ぐらいで予約を取っておりまして、まあ今回はですね、59平米のジュニアスイートのね、ワンリビングというお部屋にね、アサインいただきまして、まあアップグレードね、いただきました。ありがとうございます。で、今回はですね、まあラウンジアクセスがね、もう年間ラウンジアクセスを有してますので、チェックインの時からラウンジをね、利用させていただきまして、で、初めてね、ラウンジをね、利用させていただきまして、ラウンジからね、もうアクセスさせていただいて、チェックインさせていただいたんですけども、まあ、アフタヌーンティーとかね、いただいてね、非常にね、美味しかったです。はい。で、今回はですね、まあ、朝食もね、ラウンジであったりとか、20階のね、ピエールの方で、レストランの方でね、いただくことはできるという感じなんですけれども、カクテルタイム、イブニングカクテルにつきましてはですね、17時以降は12歳以下のお子様につきましてはね、利用ができないといった形になります。13歳以上じゃないとね、利用ができないという感じになってます。まあ、ただね、その代わりなんですけども、レストランの方でですね、その代替をね、していただけるということでございますので、今日はね、18時に予約を取っております。なので、そちらの方がね、まあ、気兼ねなく利用できるっていいのかなっていう感じはするので、どんな感じなのかっていうのはね、ちょっと楽しんでいきたいなというふうに思います。で、プールの方にもですね、16歳未満のね、お客様であっても、保護者同伴であれば、7時から22時まで利用していただくことができます。ただしですね、お子様につきまして、16歳未満のお子様につきましては、大浴場だったりとかサウナにつきましては、17時までという形になります。プールはね、22時とかでも OK です。はい。で、ジムはね、24時間使えるといった形になります。はい。で、インルームマッサージとかはね、一応ね、19時から朝の4時までやってるとかね、まあそんなことで案内いただいたりしております。で、今回はね、IHG のアンバサダーということもありますので、まあ、2000円分のホテルクレジットだったりとか、翌日のね、16時レートチェックアウトなどいただいております。はい。で、なんやかんやね、今もう16時ちょっと前でございますので、これから準備をしてですね、まあ、カクテルタイムの前にですね、まあ、レイ君をね、連れてプールの方にね、これから向かっていきたいなというふうに思います。まあ、プール私もね、使ったことないので、非常に楽しみです。レイ君、プール行かない？行く？よし。じゃあ、ということで、プール向かっていきたいと思います。こんな感じでね、ジャグジーもございます。結構ね、あったかくていい感じですね。で、ジャグジーの方はね、こちらにスタートとね、ストップのボタンがありますので、泡出したければスタートをね、押していただく形でございます。とりあえずね、あったかい。いい感じです。はい。ということで、まあ、こんな感じでですね、堪能していっておりますので、もうちょっとしたらね、まあ、5時まではね、お風呂はお子様連れでも大丈夫ですけど、5時以降になるとお風呂はね、16歳未満は利用できない。プールはね、大丈夫です。はい。ということで、ちょっと楽しんでお部屋戻っていきたいと思います。はい、ということでね、レイ君とプールの方にね入っていきたいと思いますんで、またお部屋戻ってね、ゆっくりお話できればと思います。泳いできます。よし、レイ君レッツゴー。はい、今ですねプールから戻ってお風呂入ってですね、これからイブニングカクテルのね代替ということでレストランの方にね向かっていきたいなというふうに思います。はい、ということでですね、20階のレストランの方にやってきました。お料理はですね、なんかねいろいろお持ちいただけるということで、アルコール類に関してはシャンパンとかもねウイスキーとかも20時まではですね、もう好きなだけね飲んでいただけるということで最高じゃないかなと思います。お子様対応ですね。はい、なのでまあどんな料理がね来るのか楽しみに待ちたいと思います。ということでね、いただいていきたいと思います。シャンパンうまい。はい、こちらがですね、レイ君のお子様メニューですね。サラダとかですね、フルーツとかあります。レイ君美味しそう、これ。やったね。はい、そして、ね、こちらがね、3種類のパンということでね、お持ちいただきました。美味しそうですね。はい、クリームだったり、バルサミコ酢がございます。レイ君美味しい。はい、そしてね、こちらが冷製のアラカルトみたいな感じでしょうかね。はい、美味しそうです。はい、ということでね、いただいていきたいと思います。美味しそう。いただきます。うん。美味しい。冷製のね、アラカルトみたいな感じですね。この後ね、温かいものも来るみたいですね。これはパテです。うん。うまっ。柿みたいになってね、めっちゃ可愛い。なんか中にはね、ラタトゥイユみたいなのが入ってる感じですね。うん、うまい。2杯目はですね、ウイスキーのハーバー12年もののソダ割りです。はい、そしてね、温かい食べ物ですね。こちらがね、キッシュ、そしてね、ローストチキンと、こちらがコロッケですね、クリームコロッケ。そしてチョコレートでございます。美味しそうですね。じゃあね、それじゃあ温かい料理いただいていきたいと思います。野菜食べる。野菜。はい、キッシュいただきます。うん、甘い。そしてね、パンです。うん、うまい。追加でですね、こちらのねサーロインステーキサンドイッチをオーダーさせていただきました。めちゃめちゃ美味しそうです。はい、ということでね、いただいていきたいと思います。トマトがめっちゃはみ出ちゃいました。いただきます。うん、うまっ。香ばしい。めっちゃうまっ。最高です。ソーダ割りも美味しいです、ウイスキーの。はい。まあ、このままね、ゆっくりさせていただいて、お部屋の方に戻っていきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。まあ、正直ですね、あちらのね、サーロインステーキサンドイッチは食べなくてもね、結構お腹いっぱいだったんですけどね、まあ、せっかく夜のね、レストラン行ったっていうこともありましたし、まあ、ホテルクレジットもありましたんでね、サーロインステーキサンドイッチいただきました。もう、お腹いっぱいです。はい。ということで、まあ、ちょっとね、休ませていただいてですね、まあ、今日もね、また22時半からライブをお届けさせていただく予定でございまして、そちらの様子につきましては、上のね、リンク概要欄の方に貼っておきますので、よかったらそちらの方もね、見ていただけると嬉しいです。ということで、今日はね、ゆっくりさせていただいて、また明日の朝ですね、お会いできればと思います。朝食でお会いしましょう。おやすみなさい。はい、おはようございます。ぐっすりね、眠ることができました。これからですね、もうね、今ね、9時40分っていうところで、朝食はね、もう10時半で終了してしまいますので、朝食ね、向かっていきたいと思います。はい、こんな感じでですね、ご飯持ってきました。時間もね、限られてるので、サクッとね、食べていきたいと思います。はい、ということでね、いただいていきたいと思います。まずはチキン。まあ、照り焼きチキンめっちゃうまい。パンとかもね、美味しそうでしたので、後ほどね、ちょっとパンも食べてみたいなと思います。あ、ごめんなさい。そしてね、卵料理がね、やってきました。こちらはね、なんだろう、ポーチドエッグだったかな。ちょっと忘れちゃいましたね。それと、こちらのオムレツね、ミックスオムレツをオーダーさせていただきました。はい、このようにね、パンもね、めちゃめちゃ美味しそうなんですよね。はい、じゃあね、パンもめちゃめちゃ美味しそうなので、いただいていきたいと思います。サクサクでうまい。こちらのチョコデリシメだよね。めっちゃうまい。はい、そしてね、これはポーチドエッグみたいなやつですかね。いただきます。そしてね、こちらがオニオンとニンニクのスープですね。いただきます。あ、オニオンスープ美味しい。めっちゃ美味しいこれ。じゃあね、ちょっと食べ進めてお部屋に戻って、悪い子にともう一回ね、プールに行ってですね、お風呂に入ってお部屋に戻っていきたいなと思います。はい、ごちそうさまでした。食事ね、終えてですね、今、レイ君とプールに行って、お風呂入ってね、今、お部屋の方に戻ってきました。もう朝から充実で、もう何やかんやね、12時半なんですけれども、もう本当にね、快適に過ごすことができました。まあ、今回ね、2回目っていうこともありますけれども、まあ、やっぱりね、施設的な問題は特になくてですね、やっぱり非常にね、快適だったなというふうに思いますし、まあ、今回ね、早めに予約を取ったことで、比較的リーズナブルな価格でね、宿泊できてるっていうこともありますんで、結構ね、コスパはね、良かったかなというふうに思います。まあ、ちょっとね、ただ残念なことに、まあ、細かいことなんですけどね、なんかトイレがタバコ臭かったりとか、まあ、ちょっとね、そんな感じで気持ちあやがね、ちょっとついちゃってるなっていうのはありましたけど、ホテルとしては、施設も、新しいですし、いろんなものがね、やっぱ揃ってるんで、ホテルの中で結構完結する、っていう感じはありますんで、非常にね、良かったなというふうに思います。まあ、この周辺でですね、梅北地区の再開発もね、今進んでおりまして、ウォルドーフ・アストリアだったりとか、まあ、HGK で言えばですね、母校大阪セントラルとかね、開業予定とかもありますんで、ますますね、競合がね、競争が激しくなるね、エリアなんじゃないかなというふうに思いますけども、非常に良かったですね。はい。結構、ここのホテル好き派の方とね、コンラと大阪さんの方が好きっていう方とね、ちょうど、なんだろう、いい感じに分かれるんじゃないかなと思いますね。個人的にはお料理はね、両方美味しいですね。ラウンジとかも、双方、コンラと大阪さんとかも結構いいので、ぜひね、まだ、試してない方は、両方ともね、試してみていただいて、お好みの方ね、選んでいただければと思いますけど、まあ、大阪、それ以外にもね、W ホテルさんとか、セントレジさんとか、リッツ・カールトンさんとかもありますからね、結構、競合が引き締め合ってる。なんだ。ひしめいてるね、エリアでありますんで、なかなか悩ましい、いろんなのを試したいところだと思いますけれども、まあ私個人的にはね、まあ IHG が好きで、ね、16時レートチェックアウトなどもありますんで、非常にね、良かったなと思います。まあ今日も、この後ね、ちょっとまたゆっくりさせていただいて、まあ16時ギリギリぐらいにですね、チェックアウトしていこうかなというふうに思います。2回目のインターコンチネンタルホテル大阪さん、良かったです。はい。ということでね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方はぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残しておいていただければ嬉しいです。あとね、概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL の方貼ってありますんで、ぜひ合わせてフォロー、チェックよろしくお願いいたします。私の動画の方では、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報のお見逃しがないより、ぜひチャンネル登録と、こちらのね、ベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。